なんかこれからのサイズ感って感じだ。そうそうそう、もうさ、ちょっとこうビッグサイズもちょっと落ち着いてきてるから、やっぱゆったりしてるね、うんうん、袖の長さもやっぱ肘にかかるぐらいになってるし、やっぱ色味のせいかやっぱちょっとスッキリするね、うん、そうだね、見た目は。お前スタイルいいな夏の準備始めました。今日はね、夏の準備しましたよ、うん、なので、パックティパックティ、はい、はい、まあ、なぜパックティなのかっていうと、うん、まあ、そろそろもう夏に差し掛かるから、はい、まあ、夏のね、準備しておこうかなっていうふうに考えてて、うん、まあ、なんかいい T シャツないかなと思った時に、うん、まあ、やっぱ複数枚すぐ手に入れられて、うん、でまあ、定番的に着られるってなるとやっぱパックティなのかなと、まあ、定番的に買い続けられるものだね。そうだね、うん、まあ、いろいろある中で、うん、まあ、いろいろ見てて、うん、パックティを、でその中で何がいいかなって思った時に、まあ、とりあえず今買ったのが2ブランドあって、うん、はい、まあ、1つ目がアンユーズドのパックティと、あともう1つがグラフベイトのパックティ、うん、でこれをとりあえず今夏の準備として買いましたと、はい、で一応今まだパック開けてないんだけど、実物をお店でね、うん、もう見てクオリティとか、うん、そのシルエット感とか、うん、まあ、そういうものは確認してから買いましたというやつですね、はい、でまあ、それぞれ良さがあるんで、うん、まあ、それをちょっと今日は紹介していきたいなという感じです、はい、じゃあまずアンユーズとか行こうかな、うん、だよね、サイズ感とか全く違うからね。そう、これね、それぞれ全然違う、うん、グラフペーパーの方が多分ボディオリジナルだもんね。オリジナルのボディ、うん、でアンユーズドの方はフルーツオブザルーズ、うん、まあね、定番的な T シャツだよね、うん、でこれをベースにアンユーズドのアレンジがされたパックティーになってる、うん、でどういうアレンジなのかっていうと、まあ、簡単に言うと、うん、ひっくり返しちゃった、インサイドアウトね。そう、裏側全部、まあ、パックティーでこれをやるっていうのは、うん、結構面白いなと。面白い面白い、まあ、だからこの首のね部分も、うん、もうほんとロックのステッチがそのまま出ちゃったりとか、うん、後ろ側はこの表地でタコバインダーっていうね、うん、この縫い代をこう隠す仕様があるんだけど、はい、まあ、これが表に出てたりとか、うん、であとアームホールのところ もうこのロックのステッチがそのまんま、うん、折り返しは逆に表の方に折り返されて、でここでロックがまた出てると、うんうんうん、袖口とかね、裾もそうなってる、うんうんうん、だからこれはベーシックなんだけど、ちょっとこうギミックが効いてるというか。タグもプリントだけ？タグはもうプリント、うん、プリントのネームでフルーツオブザルームとアンユーズド、うん、この感じで見えるかな、うんうん、っていうのが入ってるっていう、まあ、やっぱパックティーらしくベーシックなんだけどちょっとこう秘められてる感じが、うんうん、まあ、くすぐられるというか、うん、そんな感じの、いいよ、ね、めっちゃいいと思う、うんね、うん、でこれで値段もね結構ね、これリーズナブルなんで安いじゃないか。そう、あ、まあ、2枚パックで6600円、うん、安いね、安いね、1枚3000円だね、6600円だからこれは結構安いよね、うん、でこれで2枚だから、うん、でなぜ黒にしたかっていうと、うん、まあ、実物見た時に白はやっぱりまあフルーツオブザルームの白ってちょっとやっぱり肉感的にはちょっと薄いよね、から、まあ、1枚で着るとちょっと透ける、うん、で黒はその透けがね見えないから、うん、まあ、黒の方がいいなと思って1枚で着ることも想定して黒にしましたという感じですね、うん、サイズは4、サイズはねこれで俺は4、うん、でもそんなに大きくない、まあそうだね、うん、一番大きいサイズだけどね、うん、まあ、ちょっとこれは後で着てみますね、はい、うん、でお次がグラフペーパー、はい、うん、でこれはグラフペーパーだと、うん、まあ、白白の2枚パック、うん、黒黒の2枚パック、うん、グレーグレーの2枚パック、うん、ネイビーネイビーとかなんだけど、これあのアークネッツ、あ、だから白黒なの、別注ってこと、別注でお、なんか白と黒を1枚ずつパックしてるやつが出てて、あ、 そ、 うなんだ、まあ、それを見つけたので、ああ、じゃあ白と黒こっちは1枚ずつの方が俺はいいなと思って、まあ、これを買ったんだけど、いいじゃん、そう、値段も別に変わらないし、
それなんか便利じゃん、うん、なのでこっちを買いました、うん、でこのグラフペーパーのやつは結構さ、いろんな、まあね、YouTube とかでも出てるから多分知ってる人もいると思うし持ってる人もいると思うんだけど、うん、まあ、これ釣り網機、うん、まあ、その糸をねこう釣って、うん、上からこうどん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 こう丸状に、うん、筒状にね編んでいくっていう、まあ、昔の古いカットソーを編む機械があるんだけど、でまあね、ゆっくりこう丸く編んでいくことで空気含んで柔らかくなるよとかって言われてたんだけど、これがそのちょっと革新的というかなところは、うん、それを度詰めって言ってこう密度をすごくこう詰めた状態で作れる、うんうんうん、でそれをやるとこって確かに俺もずっとその洋服の仕事してるけど、うん、まあ、本来は甘く編んでふわっとさせるのがいいものなのに、それをこうギュッとさせるっていうのがまあ相反することなんだけど、ただ度詰めなのに柔らかいっていう風合いを出せるのがまあこれの良さっていうところで、まあ、作ってるっていう感じだよね、うん、だからこれはそういう部分がすごくいいんだろうなと、絶妙ななんかハイブリッドというか、うん、な感じなんだなと思って、うん、でこっちはちょっとやっぱルーズなシルエット感、ね、そうだね、うん、グラフペーパーらしいというか、そうなので、まあ、ちょっとタイプはまたさっきのアンユーズとは違って、うん、でもデザインもそのよくある本当に T シャツなので、うん、まあ、すごくベーシックなんだけど素材に結構こだわった感じかな、うん、でこっちは、15,400円、ちょっとするね、ちょっとする、まあ、2枚でその値段、うん、でまあ、だけどその釣り網機で度詰めでやって、うん、そう考えたらね、そう2枚パックでこの値段っていうのは結構限界ですみたいなことは、あ、まあ、みるみさんのコメントでもよく出てて、うん、まあ、確かにそうだろうなって俺はすごい思う、うん、で結構袋にもこだわってて、うん、なんかこの袋がそのみるみさんがあのよくアメリカのパックティーとかで、あ、なんかこう硬くなくてカサカサしてなくて、うん、なんかこう柔らかい感じの雰囲気のビニールに入ってるのがパックティーって魅力だよねみたいな、うん、でも本当ね、開けたら破れちゃうんだけど、うんうんうん、あの質感がいいよねっていう感じで、でも日本で作ろうと思ったら、うん、なんかなかったんだってこの質感、そうなんだ、そのビニールが、うん、もうちょっとこう硬くなっちゃうみたいな、で中国で作れるっていう感じだったらしいんだけど、ミニマムが2万枚って言われて、え、2万枚？そう、いやーなかなかだね、そうなかなかの量じゃん、うん、でなんだけどもう2万枚作ったんだって、これそうなんだ、そうだからもう定番的に売っていくっていうところも込めて、はいはい、もうパックティーでこれを、あ、じゃあ安心だね、うん、気に入ったらずっと買い続けられる、そうあ、まあ、それがねグラフペーパーの、ね、コンセプトとか良さでもあるから、うん、まあ、そういった部分で多分これはそのぐらいこう売っていくぞっていう意識の表れで、うん、なるほどね、まあ、作ったんだろうなっていう、ね、サイズはこれでサイズも俺もこっちも4、あ、4っていうサイズ、結構大きいね、うん、そう一番大きいサイズで買ったかな、うん、こういうね、まあ、2タイプを買いましたと、はい、うん、でまあこれが多分ね夏こういうのは多分一番着ると思うから、うんうんうん、まあ、定番的に使えればまた買い足していけばいいし、そうだね、でグラフペーパーのやつは特にグレーの色とかも俺結構気になってて、めっちゃいいよ、そう色味がさすごくいいんだけど、いい、汗染み気になるけどね、そうなの、一枚で着た時にちょっとやっぱ汗染みたりとかするとちょっと怖いなと思ったから、まあ、保険をかけて白黒でいきましたという ね、うんうん、そうだね、感じなんだけど、まあ、でもちょっと気になっているので、うん、まあ、よかったらもしかしたらチャレンジするかもしれないし、はい、という感じですね、決めましょうじゃあ、はい、では用意ドン、はい、うっちーかこれやりたいんだよこれ、まあ、アンユーズド、うん、そうアンユーズドの黒 T ね、うん、これいいね、めちゃくちゃいい、ね、うん、サイズ感もすげえいいよ、サイズ感いいね、うん、なんかさそんなにこう肘とかまでかかってなくて、ちょっとスッキリしてんだけど、まあ、なんか太めの感じのね、うん、ものだったらバランス取りやすくて、なんかこれからのサイズ感って感じだね、そうもうさちょっとこうビッグサイズもちょっと落ち着いてきてるから、まあ、このぐらいスッキリしてても全然いいかもね、うん、いい、うん、逆にちょっと大人っぽくていいかも、ね、でもこういうそのやっぱさステッチ感とか、うん、この辺とかね、うん、まあ、よく見ないと分かんないと思うけど、まあね、まあでももう肉眼だからかもしれないけど、うん、めっちゃわかるよ、まあ、だからそういうね、うん、デザイン性みたいなの多少あるし、うん、これ結構バランスいいかもね、いい、うん、値段も安いし、値段も安いしね、これ結構いいね、これさ俺インスタかなんかで女の子が着てるの見たんだけど、めちゃくちゃ可愛かったよ、ああそう、うん、確認して、
これあそうタックインね、うん、これタックインすると結構いいと思うんだよね、うん、しましょうちょっとしよう、はい、OK、これタックインバージョンめっちゃバランスいいねこれいいね、うん、なんかやっぱタックインした時にさスッキリしてると結構いいよね、うんまあ、パンツが少しワイドっていうのもあるからこのぐらいの感じだけどいいねめちゃくちゃいいあ俺これかなりいいと思うわ、うん、これもうワンパック買ってもいいねそうこれすぐなくなるからねこれなくなるよね今の時期だからまだあるよねそう夏に行っちゃったらもう絶対ない、ないないないこれちょっと早めに買っとこう、うんうん、そのぐらいいいじゃあこれがアンユーズドですと、うん、じゃあ次ちょっとグラフペーパーを着てみましょう、はい、これグラフペーパーの白、はい、サイズ感結構違うやっぱ違うよね違うやっぱゆったりしてるね、うん、袖の長さもやっぱ肘にかかるぐらいになってるし身幅とか、まあ、色の違いもあると思うけどそうだね大きいねやっぱさっきよりかはちょっとやっぱ大きいよね、うんうん、肩幅でもそんな大きくないね、うん、あのグラフペーパーで出てるそのビッグティーとか、うん、あれバカでかいもんねそうああいうやつに比べるとスッキリしてるねパックティーのサイズ感なんだろうねそうだね、まあ、よりベーシックに、うんまあ、あとインナーとかでも着れるように、うん、多分なってると思うんだけどなんかちょうどいいね、うん、これでもこれもいいねタックインできそうな長さだしこれもやってみる、うん、タックインうんするとこんな感じサクっぽいねこれは、まあ、やっぱタックインしてもバランス良さそうだねいいこれねうん、うん、では気に入りましたよいいと思ううんいいですよこれ両方ともいいね両方とも良さがあるねうん、うん、なんかさっきのはさっきのでやっぱちょっとねデザインにアクセントがあるし、うん、こっちはこっちで本当にベーシックでも本当にそのクオリティは確かにパックティー買ってこの感じだったら、うんまあ、すごく安心感があるなんか、うんうん、なんかそのねパックティーなりそんな値段とかじゃなくて、うん、あパックティーでこのクオリティーでこの、ね、価格このクオリティーのものをパックティーにしてるっていう面白さだよねそう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 そこだと思う、うんうん、本当にそこの価値観かなと思うけどね、うん、いやでもこれねいいなんか素材のその安心感もあって、うん1枚で着ても全然大丈夫だし黒も着る黒もちょっと着てみようか、うんうん、これが黒、うん、やっぱ色味のせいかやっぱちょっとすっきりするね、うん、そうだね見た目はでもアイユーズよりかはちょっとやっぱゆとりがあるね袖は長いし ね袖が多少長くて、うんうんまあ、でもやっぱこれもねなんかいいなやっぱ、うんうん、質感が気持ちいい、うん、安心感があるし、うん、確かにそのしっかり感はあるんだけど、うん、柔らかい。おお、なんかそうなんだ。うん、よくあるさ、ドズメでガチガチの T シャツとかある。あんな感じではない。あんな感じじゃない。おお、なんかその柔らかさあるし、うん、で、あとやっぱその丸編み機で編んでるから、うんうん、丸胴なのね。だからね、気持ちいい、うん、着てて。これはね、いいよ。いいね。うん。なんかしなやかだね。しなやかしなやか、うん。なんかその良さがある。これ、うん、ドズメなのにしなやか。あ、これは確かに着たらわかる。うんと。うん。いいね。おすすめ。おすすめ。おうん、なんかでもアンフューズのやつもやっぱいいし、ああれこっちもね、なんか良さがある。まあやっぱパックティーってやっぱいいね。いい。パックティーはね、ロマンがあるよ。ね、なんかロマンあるね。うん、まあなのでこんな感じでちょっと夏の準備をそろそろ、うんはい、始めておりますという動画ですね。はい、でした。いやマジでいいぞこれ。いいね。うん。サシです。パクティの動画いかがでしたでしょうか、サイズ感やシルエット、素材や縫製、色味や生地の厚さ、そして着心地など、シンプルだからこそブランドのこだわりが強く出て、動画内でも言ってましたけど、本当にロマンがあるアイテムだなと思いました。パクティなんかどこも同じだろうと思う方もいるかもしれませんが、僕はパクティにはそのブランドのパワーといいますか、魅力が詰まってるんじゃないかなと思っていて、例えばお寿司屋さんでいう卵のような、卵が美味しいお寿司屋さんはいいお寿司屋さんだとか言われると思うんですけど、まあ、それに近いのかなと。それが全てではないと思うんですけど、こだわってパクティを作っているブランドはいいブランドだなと感じます。ハイブランドからファストファッションまで様々なブランドでパクティは作られています。その中から自分史上最高の T シャツを見つけることもファッションの楽しみの一つではないでしょうか。皆さんにとっての自分史上最高の更新がいつか僕らのブランド&のアイテムになると嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみフィーちゃん。